どうもこんにちは。今緊急で動画を回しています。トイレットタワーデイヘンスを起動したら、とんでもないことになってました。今画面に映っている通りナイトメアのマップに飛ばされてます。しかもここに15人ほどいます。本来ならロビーに飛ばされているはずなんですけどね。チャットでは全員困惑している様子です。キャラは置こうとしても置けません。サイエンティストテレビの壁だけ置いてありますね。一度入り直してみます。いつものロビーに戻ってきました。一体さっきのは何